米だ米だ米だ一米だ。週刊プレイボーイ SK48 松村香織の今夜も1個目だググタスのわーイエーイイエーイ。今日はですね、研究生の山田瑞穂、今いる山田瑞穂ちゃん、もしゃ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 、山田瑞穂ちゃんからの紹介で、研究生の日置美紀ちゃんです。上手にえ、かけどう実際実際、あ、でもなんかこの辺がちょっとハゲてるなと思って。えこのハゲはないもんちょっとどうしたどういうことですか。それでもプロフィール写真見て書いて。あ、本当に。あ、プロフィールハゲてたんだ。あ、なるほどでも、うん、みきちゃんがいつも食べてるドーナツ、顔つきのドーナツ、なんかね、よく知ってるなって思う、うん、おお茶はまあなんかポイントね、ポイントこっちがポイントね、ここがポイントね、あの人物が下手くそなんで、はい、なるほど、そこを見ていただけたら、うん、おっ、ご本人からの弁護ね、ね、そうですね、じゃあ早速ちょっとキャッチフレーズお願いします。はい、涙のじゃあもう一度声張ってもらっていいですか。はい、うん、頑張って頑張って、はい、涙の先に実る希望、今見る大和なでしこ、20歳の日置美紀です。イエーイ。はい、ということでですね、まあ、ググタスの輪っていうのは、はい、これですね、ファンの人からこの似顔絵を載せて質問募集して、それに答えてほしいというか答えてもらうものなんですけど、ちょっとですね、今回まあ本当は今日こう研究生のレッスン終わりに、まあ、正直な話すると通るはずだったんですけど、まあ、ちょっといろいろありまして。はい、ちょっといろいろありですね、まあ、ちょっと撮影ができなかったので、まあ、明日ね、明日そうするので、明日ごめんなさい、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 ちょっとすいません、本当に申し訳ない、ごめんなさい。はい、はい、まあ、でも明日ね、本編をねちゃんとしっかり撮影して載せますので、ちょっとだけ本当ごめんなさい、ちょっとだけお待ちください。ちょっと逆に私日置さんの次の人は撮れたっていうね、今日。そうなんですか。昼に撮ったの。うん、でもそっちは出せないからさ。そうですね、そう、ちょっとごめんなさい、待っててください、本当にすいません、すいません、いや本当ちょ、もう時間がね、いろいろあって、ごめんなさい本当に。はい、ということで日置さん、明日よろしくお願いします。むしろお願いします、明日よろしくお願いします。ということで皆さん待っててください。